春優勝の舞いかがだったでしょうか。今一度大きな拍手をお送りください。最後のプログラムは対人です。対人は各が大名人が天下太平を祝って舞に収めるという神楽です。また神楽が無事終わったことを祝して最後に務める舞でもあります。舞台ではやぶこまらいに引き続き対人が始まっています。会場の皆さん、最後までじっくりとご観覧ください。